アスチュートは、イギリス海軍の原子力潜水艦。アスチュート級原子力潜水艦の一番艦で、ネームシップ。1997年1月31日に、ゼネラルエレクトリックカンパニーの子会社、マルコーニマリーンに発注され、イギリス海軍発の潜水艦であった。ポランド1の気候から100年後にあたる2001年1月31日に、キールを据えて寄港され、 2007年6月8日に、高温をォるル公爵夫人カミラにより、浸水式が取り行われた。明敏な、抜け目ないを意味する形容詞である、アスチュートを冠名とする艦船は、第二次世界大戦中に就航した、アンフィオン級潜水艦の、HMS アスチュート、P447 以来2隻目である。アスチュートは、世界でも、最新鋭の潜水艦の一つであると、 評価されている。収益に備えた状態の潜水艦 HMS アスチュート S119 アスチュートは2007年6月8日にバローインファーネスのベイシステムズサブマリンソリューションズの施設においてチャールズ皇太子夫人カミラを主品とし1万人の監修の前で浸水式が取り行われた。イギリスにおいて建造された 潜水艦としては1998年に浸水した S31 ベンジャンス以来となる。アスチュートは、バローを2009年11月15日に出発し、11月20日に母港となる、クライド海軍基地のファスレーン湾に到着した。2010年2月16日に公のため湾を離れ2月18日に初の潜水が行われた。 8月27日に命名者であるカミラの出席する式典において正式に収益し HMS の窃盗時が与えられた。排水量7400トンのアスチュートが装備する PWR2 型ゲニシロは間に予定されている25年の収益期間中に燃料交換を必要としない。真水及び酸素の製造装置も装備しているため潜水した。 状態で世界一周も可能であるが、98人の乗員の食料補給が必要になるため実際の任務期間は数ヶ月が限度となる。アスチュートは陸上目標の攻撃が可能な38機のトマホーク巡航ミサイルを装備している。このミサイル1機の値段は50万円ポンドである。1240マイル内の目標であれば着弾時の誤差は数メートルである。 アスチュートの浸水は計画よりも43ヶ月遅延し9億円ポンドの予算超過が発生した。この遅延は設計に用いられた3次元カナダドルに起因しており2006年に国防省のアダム・イングラムはカナダドルプログラムの複雑性によりカナダドルがもたらすと予想していた利便性は 国防省と契約者の双方が想定していたよりも実現するのが難しくなったと述べている。他にも GEC マルコー2社のプログラム管理能力が不十分であったと指摘された。ベイシステムズと国防省はプログラムの問題を公表した上で2003年2月に合意に達し、それぞれ2.50億ポンド、4.30億ポンドを 追加支出すると発表した。プロジェクトの遅れを取り戻すための方策として、心理学者を招いて、コミュニケーションと管理効率の向上が図られた。アメリカの建造技術、特に、ジェネラルダイナミクスエレクトリックボートのものを導入する、ことで建造に必要な人員削減も行われた。潜水艦のパーツは重力により作業が容易になる、ことを見越して、 垂直方向に建造が進められた。2010年の収益から、アスチュートには、数々の問題が発生した。座山は、呪われた艦と呼び、ミラーとデイリーテレグラフからはそれぞれ、SS カラミティ、HMS カラミティと、あだなされた。座礁した、アスチュートと緊急時対応用タグボートの、アングリカンプリンス2010年10月22日に、国防省は、 アスチュートが、スカイ島沖において、困難に直面していると発表した。地元の目撃者によると、艦は、スカイ橋から数マイルの地点において座礁していた。艦に貼られた、無音響タイルの損傷を最小にとどめるため、艦長は、船尾の障害物を自力で排除するより、タグボートを待つことにした。海事沿岸警備庁のチャーターした緊急時、 対応用タグボート、アングリカン・プリンスが、ストーノウェーから現場に向かい、海軍のスポークスマンは、艦は沈黎に乗り上げたが、満潮時に無事扶養したと発表した。この事故による、怪我人はいなかった。しかしこの作業中に、アスチュートとタグボートが衝突し、潜水艦の右原船打が損傷した。アスチュートは、自力でファスレーンに戻り、調査が行われた結果、 座礁と衝突による損害は警備であると評価された。2010年10月27日に海軍はアスチュートの艦長を解任したと発表した。後にこの艦長は軍法会議にはかけられないことが決定された。12月に S88 タイ RS の艦長ブリッケンリッジが公認に任命された。アスチュートは12月11日に座礁後初めて出航したが、 上記発生期の不具合により1日で帰還した。事件発生後に、サウサンプトン港の38番バースに経流中のアスチュート2011年4月8日2011年4月8日12時過ぎに、PR 活動のためサウサンプトンドックに経流中だったアスチュート艦状において、地下に1名が撃たれ、死亡、数名が怪我を、負う事件が発生した。 事件時には、サウサンプトン市議会議長、市長、事務長が乗船しており、岸壁では、見学に訪れていた、小学生が乗船を待っていた。潜水艦の指揮室における、警備任務の引き継ぎ中に、一人の上等水兵が、SA-80 アサルトライフルを発砲し、市議会議長のロイストン・スミスと RAF の、航空機関士であった、事務長のアリステア・ニールにより制圧された。 スミスは次のように証言している。我々は指揮室におり、何者かが入室し、言葉が交わされた。彼が、他の人物と共に退室した後、二度の発砲が起き、入室した。彼が再び撃ち始めた。断層には三十発の弾が込められていたので誰かが、彼を止めなければいけないと思った。私は彼を壁に押し付け、掴み合いになり、 それから別の壁に押し付けて、床に伏せさせた。なんとか武器を取り上げて、それを脇にあったテーブルの下に投げた。彼を抑えながら、助けを求めて叫び、事務長が最初に駆けつけ、彼がうまく拘束した。犯人である22歳のライアンドノバン、上等水兵は、ハンプシャー州警察の警官により逮捕された。死亡したのは、ウィンガン出身で36歳の武器。 担当士官イアンガモリヌー少佐で、他に、クリス・ホッジ少佐が腹部を撃たれ、重傷を負った。ありがとうございます。